はい、聞こえます？聞こえてますか？いかがですか？聞こえてますか？聞こえてますか？はい、こんばんは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 でございます。はい、セミも聞こえます。そう、ちょっとね、今 BGM をこうパソコンから出してるんですよ。 BGM っていうかちょっとね、セミの、まあ、夏っぽい、はい、音をですね、はい、出しております。はい、はい、あ、早速のお茶爆、あ、2連続も、はい、ありがとうございます。あ、3連続ありがとうございます。はい、まあ、本日はですね、まあ、タイトルにもある通りですね、あ、お茶爆ありがとうございます。お茶爆ありがとうございます。 PC じゃなくてスマホで放送してますね、これ 4G で、はい。タイトルにもある通りですね、本日は、まあ、ピコツイキャス、まあ、タイトルついての放送は初めてなんですけど、怪談会ということで、あ、お茶爆ありがとうございます。はい、怪談会ということで、僕の得意とする、得意って言っちゃいましたけど、僕のまあ好きなね、はい、ジャンルなんですよ。怪談というのは、まあ、ホラー系というのがねとても好きなんでございますけど、まあ時期的にもね、7月にもなって、まあそういうちょっと怖い話が求められてくる時期でもあるなという、はい、気がしてきましたので、今日はですね、いろいろ、まあ、お話ししていきたいなと思います。まあ、と言ってもですね、と言ってもですよ、あ、お茶爆ありがとうございます。あの、そんなにね、あの、全ての話にちゃんとオチがついてるとかね、あの、綺麗にこうまとまりのいい感じのお話を持ってるわけではないので、はい、お邪魔ありがとうございます。まあ、なんとなしに聞いてもらえればいいかなと思います。なんとなく聞いてもらえれば、はい、それでいいかなと思います。はい、まあ、怖い話苦手な方もね、いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、なるべく怖くないよ、怖くないように話したら面白くないんだけど、まあ、あの、おどろおどろしく話さないように、はい、あの、しようと思いますので、なんか酒のつまみにでもなるような口調でいけたらいいなと思います。はい階段するとお化け寄ってくるって言いますし、放送中にホラーなことが起こったら面白いです。いや、そうですよね、それはちょっとやめていただきたい。そう、つい先日なんですけど、お茶爆ありがとうございます。つい先日なんですけど、はい、あ、お茶爆ありがとうございます。ちょうど前回のツイキャスが、まあ1週間前じゃないですかの日曜日で、で、まあ今日が1週間後の、放送っていう感じなんですけども、3日前ぐらいにちょうどこれぐらいな時間ですよ、うん、これぐらいな時間に、まあそろそろ、もうちょっと遅い9時前ぐらいですかね、にワンちゃんたちに、ご飯をね、うちのワンコたちにご飯をあげなきゃいけないなって思ってた時に、なんか起きた、まあこれ別に本当オチも何にもないんですけど、あの、ちょっと何だったんだろうっていうのがあるんですけど、なんか久々にこういうの来たなっていう体験なんですけど、あのまあ、あの、ハロちゃんはですね、あの、普通にリビングの、まあ、食卓の椅子にいて、でワンコたちはすぐその近く の、 あのキャリーケースってね、わかります、あのワンちゃんが、あの、運ぶときに、こう持ち運ぶときにさ、
入れておくのあるじゃないですか。あれはまあうちでもこう常にこう4つ分置いて開けてるんですね。はい。だからこうなんか疲れて眠くなったりしたらそこに入って寝るようにしてるんですよ。はい、うちのワンちゃんたち。で、まあ、みんなそこに入ってで、まあ、寝てったんですよみんな。だからこう扉もみんな閉めてて、うん、そうそう慣れさせるためもあって、だから、まあ、家の中で身動き取れるのって僕しかいないわけなんですよ。まあまあそのハロちゃんは身動き取れますけど、そんなテキパキ動くタイプではないので普通にあの寝てましたからね、あの椅子の上で寝てる感じだったんで、でそろそろまあご飯の準備しよっかなって思ってた矢先にですね、まあうちちょっとあの2階建てみたいな、あの階が分かれてるお家なんですけど、1階2階とかあと屋上とか3階とかあるようなあの今物件に住んでるんですけども、なんかね急に1階の方からねバン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 みたいな音が聞こえてきて、えっと思って、何みたいな、ちょっとびっくりしちゃって、でなんか玄関誰か叩いたんかなと思って、でも玄関はなんかその金属の扉なんですけど、そうなんか金属の音でもないなっていう感じなんですね。かといってなんか壁を叩いてる感じの音でもないなという感じだったんで、なんか何の音やろうっていうわけわかんない、結構でかい音だったんですよ。なんかババババンみたいな、えっと思って、でえ何やろうと思って怖くなって、でも絶対に下の方から、まあ僕は2階にいたんで1階の下の方からなんか音したなっていう、うん、感じだったんで見に行こうかなってちょっと思ったんですけど、見に行こうかなって、でもなんかもし強盗とかなんかそういうのだったらめちゃくちゃ危ないし怖いなと思って、動けずにいたんですね。とりあえずなんかフライパンだけ持っとこうかなみたいなぐらいに思って、で怖いからそのワンちゃんたちみんなあのキャリーから扉開けて出そうかなとも思ったんですけど、で万が一のことがあってこの子たちに危害が加わっても良くないからどうしようどうしようってちょっとうろたえてたんですよ。でうろたえてたらまた下の方からダラララーンって音聞こえて、もうパニックですよね。もうびっくりして、もう何が何だかわからない。でもその外で鳴ってる音ではないんですよね。なんか、うん、外で鳴ってる音じゃなくて絶対家の中で鳴ってる音で、で洗濯機も別に回してないし、音の出る原因になるものがないんですよ。全然うちの中に。だからほんと意味不明で、結局恐る恐るその後見に行ったんですけど何もなくて、で怖くなってなんかこれどういうことなんやろって思って、一応そのまあなんか虫の知らせとかそういうのあるじゃないですか、なんかその家族親戚になんか起きるなんか前兆にそういうことが起きるみたいなこともなんかたまに話で聞いたりもするので、なんかちょっと不安になってこう、まあ、家族とかね、一応おばあちゃんがもうすぐ90ぐらいになるんですけども、あの連絡取ったりしても別になんともなかったっていう感じなんですけども、はい、まあなのであの結局は原因は何だったのかっていうのは分かってないんですけども、はい、最近はなんかそんなねことが起きましたね、はい。いやなんかね不可解な、うん、怖かったですね。その後別に何があるわけでもないんですけど、事故物件じゃないよ事故物件じゃない、事故物件だとしたら高すぎるわ家賃が
いや公園そんな近くにないですね。公園って言っても歩いてなんか15分以上ぐらい歩かないとないので、はい、そうですね。お茶ばっかありがとうございます。これ妹やん、お茶ばっくしてんの。はい、妹から投げ銭をいただくというね、不憫な生き方をしておりますけども。はい、そんな感じで、まあ何だったんだろうなという話からスタートする本日の、ちょっと怖い怪談枠をピコがやらせていただくわけなんですけども、まあ今日はね、なんかいろいろどうしようかなと思ったんですよ。何話そうかなみたいな。でなんかネットとかのあのシャレコアとかを朗読したりするのもありだなとは思ったんですけど、一応なんか最初、まあ一旦こうタイトルつけてやるのは初めてだから、まあ以前話したことあるのも含めて、まあ僕の、体験したことのあるものだったり、聞いたことのある、はい、身内から聞いたことのあるような話とかをしていこうかなと思います。はい、お茶わかありがとうございます。何から話そうかな。そうだな、 何がいいかな。あ、オチから言うのやめてね、みんな。リクエストするとき、知ってる話のときにオチから言うともう喋れなくなるから。はい、お茶わかありがとうございます。あ、神様ね。じゃあもうだいぶライトなやつからね。僕トイレの神様をですね、トイレの神様って歌あるじゃないですか。トイレの神様っていうのを見たことがあるんですよ。はい、子供の時、ほんと5歳とか4歳とか3歳とか、なんか多分それぐらいな時期だったんですけども、トイレの神様を見たことがありまして、夜中目が覚めてトイレに行きたくなったんですね。で当時まあ家族みんなでマンションに住んでたんですけど、この字型の廊下になってて、でその子ってなってるこの端っこに僕の部屋が、まあ、突き当たりのところに僕の部屋があって、反対の突き当たりのところにトイレがあるという、だから廊下をずっと渡りきらないとトイレにたどり着かないみたいな間取りだったんですけど、まあ、その間の廊下に扉がまたあって、親の部屋があったりリビングがあったりとかいろいろつながってるみたいな感じだったんですけど、まあ、夜中にこうふと目が覚めて、ああトイレ行きたいなと思って、まあ、目が覚めて、怖いなって思いながら、まあ子供ですからね、めちゃくちゃちっちゃい、もう夜中も夜中、時計を見たら、まあ、5時とか、それ夜中つかもう朝だけど5時、5時ぐらいに、部屋を出てそのトイレに向かったんですよ、廊下に。でまだ暗いんですよね、冬だったかなんかで、もう真っ暗で、暗いなって怖いなって、もうちっちゃい男の子がですよ、とこ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 向かってたんですよ、トイレに。でそのトイレがですね、まあトイレにたどり着いて、でとりあえずまあいつも通りこう入るわけですよ。で中に電気がついてるタイプだったんで、一回開けないとスイッチが押せない、外にはついてないタイプなんで、こうガチャって開けて押そうとしたんですよ、電気を。じゃガチャって開けた時にもう光がもうすっごい漏れてきて、トイレからパーって超眩しい光が出てて、と思ってびっくりして一回閉じたんですね。うわっと思って、今のなんだってなって、で誰か入ってんのかなって思ったんですけど、その外から小窓みたいなのあるじゃないですか、トイレって。で中電気がついてたらこう外からでもこう曇りガラスみたいな感じでこう分かるじゃないですか。でもそこの電球の明かりとかは全くついてないんですよ、外から確認しても。もちろん扉の下から光も漏れてなくて、と思って、誰も入ってないし電気もついてないじゃん、いやでも、まあ、電気ついてないってこと誰も入ってないじゃんとか思いながら、もう一回開けたんですよ。
そしたらまたパーって光が入ってきて、でもうそのまま開け切ったんですよ。もう超眩しい、もうめちゃくちゃ眩しい、もう目も開けられないぐらい眩しい中、扉うわー眩しいって思いながら開けたんですよ。でこう、もう最初は眩しすぎて目開けらんないんですけど、だんだん目が慣れてきて、そのトイレの中の景色がこう見え始めて、パッてそのトイレの正面を見たら、こう便座の上で鶴がバサーって羽広げてて鶴ってなってまたバーンって扉閉めて親の部屋にダッシュしてねえトイレに鶴がおるって言って、その言いに行って、もう親もびっくりですね、どういうことみたいな、うん、どういうことみたいな感じで、まあその後親と一緒に見に行ったんですけど、別に普通のトイレで何もなく、はい、終わったんですけども、はい、まあでも鶴だったんですよ。はい、大きな白い鳥 で頭のとこは赤色のなんていうの、丸い模様みたいなのがついてたので、はい、あれはね完全に鶴で、もう五光がパーッと刺してたんで、はい、トイレの神様は鶴です。はい、お茶枠ありがとうございます。はい、いやまあ怖くはないですけどね、まあ、当時は僕は怖かったですけども、はい、まあ怖くはない話ですね、これは。まあ可愛らしい、ちょっと神秘的な話ですけど、はい、まあそんな感じで、なんかそういうの皆さんないですか、なんかこう露骨なお化けじゃないけど、なんかこう神秘的なのが出てきたとか。なんかうちおばあちゃんから昔聞いてたのは、おばあちゃんの実家、まあもうどこかわからないですけど、おばあちゃんが昔住んでた実家にはよく白い蛇が屋根に住んでたって言ってましたね。なんか白い蛇なんだけど、首の周りに赤い輪っかがこうの模様がついてて、蛇が住んでるんや言ってましたね。なんかなんかそれはもうなんか守り神やから追い払ったり殺したりしたらあかんからみたいな言ってましたね。はい、上半身だけの男を見たことがあります。友達は見えなかったです。めちゃくちゃ怖いじゃん普通にめちゃくちゃ怖いじゃんそう、白い蛇をね見たって言ってましたね。うん、あとなんだろうな、その年代順に戻っていこうかな、年代順に。その僕が小さい頃からちょっとずつこう大人になっていくにつれての話をしていこうかな。まあ、それがまあすごい子供の時の記憶で、まあ、前回の放送ちょっと話しちゃったんですけど、生まれて初めて見たお化けっていう話もあるんですけど、まあ一応今回初めてね、聞く方もいらっしゃるかもしれないので、サクッと話しておきます。僕は生まれて初めて見たお化けがオカマのお化けらしいんですよ僕は記憶にないんですけど、親曰くオカマのお化けらしくて、でどういうことって聞いたんですよ親に、まあ、おかんにね、オカマのお化けどういうことって聞いたら、いやだってあんたが夜中泣きながらまあ親の寝室に走って泣きながら駆け込んできて、お母さんお化けが出たって、お化けに追いかけられたって言って泣きながら来たんやって、であそうなんで、どんなお化けやったんって聞いたら、こうやって小指立てながらこうやって追いかけてくるんやって、これ男の人がこうやって追いかけてくるんやって言ってそれおかまのお化けやんかっていう
ら僕が生まれて初めて見た、お化けだったみたいですね。はい、そうですね。はいはい。小学校の時押し入れの中で寝てた時があって悲しみにあったと思ったら足元から男の人の声が聞こえた。怖っ。押し入れで寝るからですよ。はい、まあそんなスタートをね、もう衝撃的なスタートを飾りつつの次が多分ね、小学校に入ってすぐぐらいの話ですね。まあこれは僕が見た聞いたとかじゃないんですけど、まあその現場にいたっていうお話なんですけど、まあ僕が小学校1年生ですね。で小学校入学のタイミングで今ある実家に引っ越したんですよ。うん、も最初その前さっき話してたマンションに住んでたのから一戸建ての家に引っ越したんですよ。でその時にまあなんて言ったらいいんだろう、結構新しくできたばっかりのその集合住宅の団地みたいなところに引っ越したんですね。うん、なのでまだ出来たての団地だったんで他に住んでる人がめちゃくちゃ少なかったんですよ。結構もう山削って結構いい感じにこう段ができててみたいな、でなんて言うんだろう、まあ新しめの家ばっかり建ってるみたいな感じのとこだったんで、ほとんどまだそこに移り住んでるとか家を建てて住み始めてる人が、そう、まあ、ニュータウンっていうのそういうの、うん、いなくて、なので僕も友達がいなかったんですよね。全然引っ越したばっかりだし、その違う地方から引っ越して小学校入学する時もみんな初めましての状態だし、で同じ地区みたいなのあるじゃないですか、一緒に学校こう登校する人みたいな集団登校みたいなのであるじゃないですか。あれも僕同級生が一人もいなくて、新1年生がもう女の子一人いたぐらいかな。はい、なので一緒に遊ぶ同性の友達っていうのがマジでいなかったんですよ、同級生の。だから自然と上級生の子と遊ぶようになっていって、で一個上の代の子が唯一男の子でいたんですよ。で一個上の男の子の代ももう2人ぐらいしかいなかったんですよ。2年生、僕が1年生の時の2年生の友達が、まあ、日枝くんっていう人と子と西川くんっていう子しかいなかったんですけど、その日枝くんっていう子が家が近くてよく一緒に遊んでたんですよ。まあそんな背景がありつつ、なんかある多分秋口ぐらいですかねの夜にですね、こういつもねその近所のおじさんがですね、こう枯葉とかをこう掃除、お家のこう掃除とかで枯葉が出るじゃないですか、落ち葉とかそういうなんか落ちた木とか木の枝とかなんかそういうのをなんか空き地にこうバーって集めてこう火でこう燃やして処分してたんですね。それが大体週1ぐらいでなんかやってる感じがあって、でなんかそれやってるのは知ってたんですけど、なんか火事ならないのかなとかなんか旗から見て思いながら気にせずいたんですけども、なぜかねその日の焚き火がすごい僕が気になって親とかに何にも言わずに勝手に家飛び出して、小学校1年生ですよ、勝手に家飛び出してその焚き火で遊んでたんですね。でもそれが秋口の夜7時とか7時半とかなんで、もう外真っ暗なんですよ。もう焚き火の火しか明かりないみたいな、うん、まだそんな今みたいなこう新興住宅地みたいな感じで電気がパン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 都会みたいについてるわけでもないし、新田舎なので田舎の団地なんで全然こう電気の数とかも少なくて、ほぼ電気ない真っ暗な中焚き火のところで僕一人でなんでか遊んでたんですね。普段絶対しないのに、まあ遊びに行くって言っても絶対親に
どこどこ遊びてくれとか誰と遊ぶみたいな言って出かけてたんで、でもそんなん何もせず勝手にピューって家飛び出して遊んでたんですよ。そしたらもちろん家の中ではまあ、ピコがいないというふうになるじゃないですか。どこ行ったんだあの子はみたいな。で当時そのうちにはあのおかんと、まあ、おばあちゃんがあのうちにいて、まあ、おとんは仕事に行ってたんですけど、2人いたんで、まあ、ピコがおらんって、どこ行ったんや、家のどこ探してもおらへんみたいになって、まあどうしようどうしようみたいな、結構焦ってたみたいで、でまあ、僕の部屋を探してたんでしょうね、うん、僕の部屋が2階で結構大きめな窓が1個あって、それが通りに面してて、その焚き火も見えるんですよ家の窓から。僕もその自分の部屋にいて焚き火が見えたから勝手に家を飛び出したんですけど、でおかんとおばあちゃんが僕の部屋を探してる時にその窓から僕が焚き火のとこで遊んでるのが見えたんでしょうね。その家の窓を開けて、ピコ何やってんのみたいな、何遊んでんのこんな遅くにみたいな、早く戻ってきなさいみたいな、早く帰ってきって叫んだんですよ。そしたら僕なんか木の枝みたいなのにこう焚き火をツンツンついてたんですけど、ちょうどその声が向こうの方から聞こえてきて、ああみたいな、ああそうや帰らなみたいになったんですよ。で向こうでは自分の部屋の窓を開けて、おかんとおばあちゃんがこっちに向かって叫んでるのも見えてたんですね。でああ帰らなみたいになって、分かったって言って結構デカめにこう分かったって帰るみたいな言ったんですよ。で帰ろうとしたらその後におかんが続けて、ほら冷枝くんも早く帰るよって言ったんですよ。でそこでえってなって、冷枝くんって、冷枝くんと遊んでないんですよ僕。一人で遊んでるんですよ。一人で焚き火つついて遊んでただけなのに、おかんが早く冷枝くんも早く帰れって言うんですよ。でもう周り見渡しても誰もいない、隣左隣に燃えてる火があるだけで、冷枝くんおらへんでって言ったんですよ。そしたらおかんが何言ってんの、隣おるやんかって言って僕はもうええってなって、もうパニックになっちゃって泣きながらダッシュで家に帰るっていう、うわーって泣きながら帰って、でおかんとおばあちゃんに説明をするんですよ。どういうことみたいな、僕一人でおった、ひえだくんと遊んでない、ひえだくんおらへんって言って、え何言ってんのみたいな、じゃああれ何よみたいな、どうも僕は見えないんですけど、おかんとかおばあちゃんにはその焚き火のところに僕の焚き火を挟んで隣側に男の子が立ってたと。その白い T シャツを着て白い短パンを履いた男の子がまあ正面向いて立ってたから、まあ僕と遊ぶ人はまあ日枝くんぐらいしかおらへんから当時、うん、だから日枝くんも早く帰ってきって言ったらしいんですけど、でまあそういうやり取りがあった中で、えじゃあ日枝くんじゃないってことって言って、おかんとかおばあちゃんがもう一回見に行ってもやっぱり一人で立ってたらしいんですよ、そこにぼーっと。でも何するわけでもなく、なんかぼーっとちょっと若干こう揺れながら立ってただけみたいで、でもあんた見たダメって言われて、まあ、なんかがあったら困るからでしょうね。でまあ正直小学校の時の子供の時の話なんで、大人になってからあれって実際どうやったみたいな、なんかしつけのために嘘ついてそういう、怖がらせる、夜勝手に出るとそういうことがあるんやでみたいな、戒めのためにそういう怖いことを言ったんじゃないのって聞いたんですけど、いやそういうことではない、あれはほんまに違う、ほんまの本心で言ってたから、そういうのじゃないっていうのを言われて、あそうなんやっていう、そうじゃあ実際に起こったことなんやなっていうのを再確認
したという、まあ、話でございます。まあ、その後も結構そのいろんな人がその後結構引っ越してきて、ちょっとずつお家は増えていったりはしたんですけど、その例の焚き火がをしてた空き地は本当最後の最後までなかなか家建たなかったですね。うん、だしやっぱりそのご近所さんの間で夜中に男の子が出るっていう話、噂話みたいなのがやっぱちょっと回ってましたね、話の中で。いろいろ違うんですけど、なんか親子連れで歩いてるとか立ってるとかいうのもあるし、なんか男の子が走ってるとかいうのもあるんですけど、なんかこうその、うん、いるんでしょうね、そういうのが、はい、っていうお話でございます。これは僕が小学校1年生の、はい、時に体験した話ですね。はい、あ、まあお家が建つ前のその山の状態の時はなんかわかんない、諸説なんかあるみたいですけど、なんか湖だったりなんか何々だったとかなんかよくわかんないんですけど、まあなんかはあったみたいですけどね、その家建つ前は、はい、まあなんかそんなこともありつつ、まあまたこれ続きがちょっとあって、まあ、僕が小学校低学年の時に、まあ、今も放送を見ていると思うんですけど、妹が生まれたんですよ。うん、妹が生まれて、で妹が赤ちゃんの時の話なんですけど、まあ、僕はその時はもう結構もう小学校 4、5 年とかにはなってて、でまあまだ妹がよちよち歩きとか、うん、まだそんな長距離は歩けないけど手つないでだったらちょっとねお散歩ぐらいはできるなっていうぐらいな年にはなってる時に、まあよくねうちのおばあちゃんとお昼とか夕方とかに妹は散歩してたみたいなんですよ。うん、でまあその時にこう起きた話なんですけど、おばあちゃんと妹が2人でこう、まあ、その団地内をね、その住宅地のところを、まあ、結構こう 網目状っていうかこうなんていうんですか、真ん中ストレートに大きい通りがあって、そこからこう道がこう分かれて最終的に全部の道がこうつながってるみたいな感じになってる、土地なんですけど、まあ、だからこうぐるぐるいろんなところに行けるみたいな感じで結構、歩きがいのあるというか、はい、そういうところなんですけど、いつもなんか決まったルートを歩いてたみたいで、うん、まあずっとこう2人で手つないでゆっくり歩きながら散歩してた時に、あるとこで妹がピタッと止まるんですよ。毎回止まるらしくて、でそこがどういうとこかっていうと、そこも空き地なんですけども、1段目にこう駐車場になるであろう空間がこうコンクリートでできた空間がボコーンと空いてるんですね。でその空間の端っこにこう階段みたいなのがあって、その上に家が建つよっていうような空き地になってるんですよ。もう最初に車が入れれるような空間がボコンって空いてるようなとこがあって、でその空間を妹がこうじーっと見ながら、もう電気とかも何もついて真っ暗なんですよ。もう車が1台2台分入るぐらいなボコンって空いてる空間があるんですけど、そこを見ながらお兄ちゃんって言うらしいんですよ。お兄ちゃん、でおばあちゃんも意味がわからないですよね。え、何言ってんのみたいな、何お兄ちゃんってみたいな言うと、妹がその真っ暗な空間を指さしながらお兄ちゃんって言うんですね。でおばあちゃんちょっとゾッとして、早く行くよみたいな、うん、お兄ちゃんいないでしょみたいな感じでその場からこう去るんですけども、まあ、結構それが何日も続いたらしくて、
で、まああまりにもそうやって言うもんだから、僕とおかんも、まあ、全くこの間おとん一回も出てこないんですけど、だいたい仕事に行ってるんで、僕とおかんとおばあちゃんと妹で行ってみようってなって、そこにみんなでね、で向かったんですよ、まあ、いつも通りその散歩道を歩きながら、歩いていったらまた妹がそこで止まって、ピタッと止まって、お兄ちゃんって指さしながら言うんですよ、お兄ちゃん。そしたらおかんが、お兄ちゃんこっちにいるでしょって、こっちがお兄ちゃんでしょって、何を言ってんのって言ったら、うん、違うお兄ちゃんって言ったらしい、言ったらしいっていうか言ったんですよ、違うお兄ちゃん、どういうことって、何が違うのって言った、何がいるのって聞いたら、こんな目したお兄ちゃんって言ったんですよ。約束えってなって怖すぎるってなって、みんなもう駆け足で逃げるってい うことがあって、いやめちゃくちゃ怖いなと思いながら、まあ、その日の晩にまだおとんやっと登場します、おとんも仕事から帰ってきて、みんなでご飯食べるって、なった時に、まあ、食卓をねこうみんな囲んで、食べながら、いや今日こんなことがあってみたいな、なんかあそこの駐車場のところいつも止まって、お兄ちゃんお兄ちゃんって言うからみたいな、でピコをね今日連れて行って、違うでしょって、こっちがお兄ちゃんでしょって言って、うん、こんなお兄ちゃんがおるって言ったのよ、どう思うみたいな話を、まああでもないこうでもないと話してたんですよ。で妹はお誕生日席で、赤ちゃん用のなんかこうフックがこうガコンってかかるような赤ちゃん椅子みたいな、テーブルにこうガチャってくっつくようなやつあるじゃないですか、あれにこう座ってご飯食べてたんですけど、まあ自分たちがワイワイ話してる中、こう黙々とご飯を食べてる手がピタッて止まって、妹がなんかそのテーブルの真ん中ぐらいの一点をこうずっと見つめてるんですね。で、まあそんなことがあったもんだから、自分たちもこう妹にこう注目するじゃないですか、こうえみたいな、急に食べるのやめてピタッと止まってテーブルの一点見つめてるみたいな、えと思って、何と思って見てたら、この見つめてるのがちょっとずつこうしなんていう、目線がこうふーって上の方に、天井の方にブーって向いて笑いながら、お兄ちゃんって言ったんですよ。もう全員絶句、やばいやばいみたいな、来てるようちにみたいななって、まあそれから別に何が起こったわけではないんですが、まあその時に妹には、まあ、僕ではないお兄ちゃんが見えてたんだろうなという、うん、まあそんなことがありましたね、はい。まあ、なので皆さんもちょっとぽっかり空いた空間とかあまり見ないようにしてください。もし目を凝らして見てしまうと、何か見てはいけないものが見えてしまうかもしれませんね。はいですね、はい、まあそんなことがありましたね、はい、お茶ばっかりありがとうございます。まあそんなこともありつつ、まあ、こまごましたのはね、結構いろいろなんかうちのその土地的なものなのか、うちの家族みんなが敏感なのか、そういうのにわかんないんですけど、なんかねちっちゃいのはちょこちょこあるんですけど、なんかその僕が男の子と遊んでったっていう事件があったすぐあとぐらいに、なんか洗面所におかんと二人でいた時に、おかんがこう
なんか紙をなんかセットしてたのかな。で僕がなんかその順番待ちかなんかしてたのかをちょっと忘れましたけど、なんか2人でいたんですよ。とにかくその時におかんが急にもうやめなさいよって言うんですよ僕に。で僕も僕何もしてないでって言ったんですけど、そこでもおかんがハッとして2人で泣くみたいなことがあったんですけど、それがおかん曰くなんかこうセットしてる時に服の裾をこうピュッて誰かに引っ張られたらしくて、キュッて、それが僕がなんかいたずらでやったから注意したらしいんですけど、僕はまあこうキョトンとしてあからさまにこうやってない嘘ついてる感じじゃないからもう怖くなって泣いちゃったみたいななんかことがあったりとか、まあそのおかんがこう仕事を部屋でなんかデスクワークをしてる時になんかねちょっと忘れたんですけど、なんかこの耳元でなんかボソボソボソってなんか言われたりとかあったみたいで、なんかちょこちょこなんかねそういうことがねありましたね、うん、っていう中で一個そのまあ怖い話ではあるんですけど、ある意味こうなんか神様仏様っていう存在を信じる、まあそういうその心霊というものの存在を信じるきっかけになった話があって、おかんが、これおかんが体験した話なんですけど、僕は全く出てこない話なんですけど、もう何でもないある日の話で、そのある夜、まあ、おかんが寝てたんですね、いつも通りこう仕事終わって夜中、まあ、夜、まあ、ご飯も食べてで寝てたんですよ。で夢の中でこう自分が寝てる状態の夢を見たらしいんですよ、寝室で、うん、そしたらその寝室の自分が寝てるベッドの横がまあこう嫁入り道具がなんかの引き出しがあるんですけど、でそこの引き出しがスーって開いて、そこからなんか真っ黒い影みたいなのがズボーって出てきて、でおかんの足をねガッて掴んでぐいぐい引っ張るっていう、でどんどん引っ張られて引き込まれそうになるっていう夢を見たらしいんですよ。でもおかんはこう金縛りみたいになって動けない、まあ夢って言ってましたけど動けない、助けて助けてってなってるんですけど、どん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 引っ張られていくっていう夢を見てて、そのもうちょっと引き込まれそうになるっていうとこでもう真っ白な閃光がパーンって走ったらしいんですね。ピカーってなんか光が光って、でそしたらその真っ黒の影が手を離してまた引き出しの方に潜って消えていったらしいんですけど、まあ、そういう夢を見たんだよっていうのを朝方みんなこう寝室から起きて食卓にね朝集まる時にそういう夢を見たんだよねみたいな、怖かったなみたいな話をおかんがしてて、で僕もまあそれを話聞きながらへえみたいな、怖いねみたいな、まあ、それ結構僕は大きくなってからなんですけど、多分中学生ぐらいの時ですかね、うん、でそんなことを言ってたらおばあちゃんがですね、まあ、おばあちゃんこう自分の部屋があって、そのおばあちゃんがこう部屋に食卓にこう走ってきて、ちょっとあんたこれ見てって言いながら走ってくるんですよ。でおばあちゃんが持ってきたのがその仏具なんですね。仏具を持ってきてて、っていうのもおばあちゃん結構その仏教に熱心な人だったんですよ。で今話してるおばあちゃんっていうのはその冒頭に話したもうすぐ90になるおばあちゃんとは別のおばあちゃんで、もう77の時に僕と同じ腎臓病で亡くなってるんですけど、そのおばあちゃんは結構ねもう60ぐらいの時から結構仏教熱心になって、まあ別にカルト的なあれではないんですけど、旅行ついでにそういう御朱印とかなんかそういうお参りとかなんかそういうのに結構ハマってて、で四国にねめっちゃ行ってたんですよ。四国の88箇所だっけ巡礼するのあるじゃないですか、うん、で巡礼して全部回りきったら
まあ、ご利益というか、なんかそういうのがあるよっていう、お、そうそう、お遍路参り、そう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 、でそれにもちゃんとなんかそういうバスツアーみたいなのをに参加していくぐらい結構熱心にやってたんですよ。でそこでその八幡ヶ所のその四国のお遍路参りが弘法大師って皆さんご存知ですよね。弘法大師、確か浄土真宗のあのお坊さんなんですけど、弘法大師をこう崇めてるあの流派みたいなので、その弘法大師がのこう絵ですね、絵がある中のあの真言宗かあのの、あの本人が持ってる仏具みたいなのがあるんですよ。金のなんかこう、まあ、ちょっと形容しがたい形なんですけど、なんかダンベルみたいな、ちっちゃいダンベルみたいな形のあのものを持ってるんですね、その絵とかで、うん、でそれが売ってるんですよ、買えるんですよ、そういうお寺とかで買えるから、うん、あのそれを買って毎日そのなんかこうちゃんと お供えっていうか、お水をお供えしたりして、毎朝こうなんかお経をこう読み上げたりしてるのがもう習慣になってるんですよ、おばあちゃんが。でそれをね持ってきたんですよ、おばあちゃんが、その仏具を持ってきて、あんたこれ見てって持ってきて、で何って言ってみんなで見たら、その仏具がですね、まあ銅かなんか、銅か鈴かなんかでできた、もうガチガチの金属でできたやつがスパーンって真っ二つに切れてて、なんかボキとか折れてるとか、なんか朽ちて、なんか朽ちたり錆びたりして、なんかボロボロってなんか風化してるとかでもなく、なんかスパーンって切れて真っ二つになって出てきて、でそこでおかんの見た夢とリンクするっていうことがあって、まあ普通人間の力じゃもうどうあがいても無理なんですよ、うん、ものすごい怪力の持ち主でも多分ちょっと曲げれるぐらいが限界だと思うわ、本当にプロレスラーとかね、ムキムキマッチョマンでもあの太さのものを、しかも短いんですよ、長くない、もうほんとこれくらい、これくらいのものをこう折るなんて、まして切るなんて絶対に無理なんですよ、うん、なんかそれを、それがズバッて切れてて、でもみんなびっくりして、あ、そういうことかと。もうその頃にはこうみんなこうホラー体制がだいぶついてる頃だったんで、家族みんなそういうことかみたいな、うん、でなんか妙に納得して守ってくれたんだねみたいな、うん、ことが、はい、ありました。だからなんかそれがきっかけですごい、あ、なんか本当にそういうのってあるのかもしれないなっていうのは、はい、思いましたね、うん、まあそんなこともあったし、時間的にあれだな、もうすぐですけど、あの僕が、まあ、子供の時に、あ、今日9時までやります、はい、9時まで、あの僕が子供の時に経験したんですけども、まあ、小学校でしたね、これも小学生の時に、まあ、今でも多分観光地でおそらくあると思うんですけど、ちょっと調べてみよう、岡山県かな、岡山県か兵庫県か忘れ、あ、岡山ですね、はい、岡山県にですね、あの羅生門というですね、まああのちょっとパワースポット的なあの観光地があるんですよ。観光地って言ってもそんなに僕が行った時ににぎわってはなかったんですけど、陥没ドリーネ群中の巨大な天然橋と鍾乳洞であるって書いてありますね。まあとにかく羅生門っていう名前だけあって、でっかい岩が、本家羅生門ではないんですけど、でっかい岩がこう、まあ自然の力によって削れたりとかして、こう真ん中が空洞になって門みたいになってるっていう場所が、山の中にあるんですよ、うん、もうあのググってもらえば画像出てくるんですけど、うっそうと生い茂った渓谷の、中にズドーンと立ってる、岩が、でかい岩があるんですけども、まあ、それをですね、夏休みに見に行ったんですよ、うん、家族で。でその時まだ妹いなかったんで、まあおとんとおかんと、おばあちゃんは来なかったんです、僕の多分3人だったかな、あとあれだ、当時飼ってたあのゴールデンレトリバーも一緒に行ったんですけど、はい、で、まあ、ルートとしてこう車である程度山頂付近まで、そんな高い山じゃないんですけど、山頂付近まで行って、でそこのたどり着いたところに駐車場があって、
その駐車場に車を止めて、そこからなんか入り口こっち、あ、なんか羅生門こっちですよみたいななんか看板が立ってて、そこからこう川沿いをこうあの階段を降りていくみたいな感じのルートになってて、でブーンってこうどんなとこやろなみたいな感じで、まあ何で調べたんか分かんないですけど、当時ネットとかもちゃんとしたのなかったんで、あの何で調べたんか分かんないんですけど、まあ向かっていって、でまあ駐車場まで到着したんですよ、うん、駐車場到着したんですけど、夏休みなのに他のお客さん誰もいなくて、もうゼロ人そう、でも車が自分たちの車以外ないっていう状態で、うん、まあその入場料とか取るところでも確かなかったんで、うん、なんかただで見れるみたいな感じのとこだったんで、もう誰もいないみたいで、あ、なんか意外と人気ないんだねみたいな、うん、マイナー、うん、マイナーなのかなみたいな感じになって、でまあとりあえず行ってみようってなって、で車降りて、そしたらまああのこっちですみたいな看板がね、で矢印の看板がこう立ってて、あ、ここ降りていくんやなみたいな、こっからは歩きなんですよ、そのこう渓谷をこう川沿いにこう山を今度下っていく道なんですよね、緩やかな、まあ、の階段になってて、その階段もなんか別にコンクリートでできてるわけじゃなくて、あのよく山道とかである丸太をこう順番に置いていってあの段を作ってるみたいなのあるじゃないですか、なんかそういうのをこう降りていくみたいな感じで、でなんかいろいろ景色見たりとかおしゃべりしながらあの階段を降りていってたんですけど、もう周りはもう夏休みですから、もうセミの鳴き声でもミー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 ずっと鳴ってるんですよ、でもうわーって音がして、もうその階段降りてる上はもうなんかトンネルみたいになってるんですよ、こう緑のね、トトロみたいな、もう木がもう生い茂って、で太陽の光がこう木漏れ日みたいに差して、なんかいい感じみたいな、うん、でなんかいいねみたいな、隣はこう結構ちょっとした崖になっててね、階段のこうちょっと隣はちょっと崖って言っても坂みたいになって、ちょっと遠くの方では川が流れてるのが見えるみたいな、すごいいい景色の夏って感じのところを下ってたんですよ、うん、でしばらく進んだ時に向こうからあの人が歩いてきて、で向こうから歩いてこうだんだん近づいてくるんですけど、その人がね、まあ、女の人なんですけど、真っ赤なコート着てるんですよ、真っ赤なコート着て赤いハイヒールを履いてるんですね、で向かってくるんですよこっちに、でこうすれ違っていって、なんかあなんか一人で来とんかなみたいな、うん、感じだったんですけど、まあそんなに気にせずまた降りていってずっと進んでいったんですよ、でまたちょっと進んでいったぐらいでまた向こうから人が歩いてきて、さっきすれ違った人なんですよ、赤いコート赤いハイヒール長い黒髪の女の人、顔はわからない覚えてない、また向こうから来るんですよ、でまたすれ違っていく、でまあ僕その時も別になんか特に気にせず、うん、なんか他の人かなとか、あれさっきすれ違わへんかったっけぐらいにしかあんま意識してなかったんで、でもっと進んで下っていってたら、間もなく羅生門みたいな看板が出てて、あもうすぐ着くんやなって思ってたら、向こうからまたあのさっきの人が歩いてきて、でまたすれ違うってなってて、そこでさすがにあれと思って、で親に言ったんですよ、2人、あのささっきからさ同じ人と3回もさすれ違ってないって聞いたんですよ、そしたらいや誰ともすれ違ってないよって言ったんですね、で僕はもうなんか別にそういうお化けとかそういう風に思って喋ってないので、いやさっきからすれ違ったよみたいな、うん、って言ってたんですけど、もうおとんとかも気にしなくていいみたいな、うん、風にこう言われて、分かったみたいな、で結局まあ進んでいくと羅生門ドーンと出てきたんですよ、でっかい岩が出てきて、で川が流れててみたいな、はい、でなんか下の方になんかお地蔵さんとか、なんか風車とかなんかあったような気がする、ちょっとそこは記憶曖昧ですけど、うん、でおとんがこうハンディカム回しててね、まあ、昔のやつですよ、ビデオテープが入ってるでっかいやつ、まだ今のあのデジタルのやつじゃないですよ、携帯も iPhone とかもないから、携帯電話なんてないから、ハンディカムこう回してね、景色を撮ってて、で僕もこうでっかい羅生門見上げてたんですごいなみたいな、これが自然にできるなんてすごいなみたいな風に思って見てたんですけど、そしたらそのでっかい羅生門のてっぺんにですね、さっきの女の人が立ってたんですよ、で別にこっち向いてるわけじゃなくて、まあ、僕から見て左の方をずっとなんか見上げる形で立ってて、で僕はそれを見てなんかあそこ行きたいなと思って、あの高いところ行きたいなって思って、親に聞いたんですね、あっこって登れるんって、登れるんって聞いて、
したら、いや登れるわけないやんみたいな言うんですよ。いやでもこう人登ってるよみたいな、だから登れるんやってどっかからみたいな言って、どこにみたいな親は言うんですよ。あっこ登ってるやんって。でも親には全く見えてなくて、その辺で多分親も察したんだと思うんですけど、あの見なくていい、見ちゃダメみたいな感じで言われて、自分はもうなんかモヤモヤっとした気持ちのまま、まあ渋々諦めて、はい、でまあ ひとしきり見て、じゃあ戻ろっかって言って帰ったんですけども、でまあその後は何事もなく家まで着いて、で晩ご飯食べながら、今日撮ったビデオ見ようかってなって、うん、あの昔のってこう今だと HDMI の端子でね大体見れますけども、昔は HDMI みたいなのないから、あの赤白黄色のね3本の音声、ステレオの音声と映像みたいなやつの AV 端子っていうのがあって、でそれを挿してね、ビデオあのハンディカムとテレビをこうつなげさせて、つなげて見るみたいな、再生 P みたいなあったじゃないですか、昔はあったんですよそういうのが。でそれをで見ようねみたいになって、そうそう、でそしたらもうあのラショーも到着してからの映像がね映ってるんですよ。で到着したオットンがこうカメラでねいろんなものを撮ってて、でグーって見上げてその門の全体を映した時にいたんですよ、その女の人が立ってるのが映ってるんですよ。でほらいるじゃんみたいな、いるじゃんって言ったんですけど、親とかはその時全く見えてないから、なんかうわほんまやみたいな感じになって、でもそれ以来そのビデオは見てないんですけど、でもおとんのことやから絶対にダビングして、家の実家のもうおとんの部屋めっちゃビデオ、あのビデオカセットいっぱいあるんで、実家のそのビデオカセットのどれかが多分それだと思うんですよね。でまだ眠ってる気がする、うん、それが、うん、まあでもあれが一体何だったのかは分かりませんけど、まあ普通に考えて駐車場で他のお客さんとかも、まあ、車でしか来れないんで基本的に、ああいうところはバスとかも多分出てなかったと思う、もしかしたらあるのかもしれないけど、まあだったとしても夏休みの気温がもう30度超えてる中、冬のコート着てね山道ハイヒールで歩く人はいないですよね。はい、お茶ばかりありがとうございます。まあなんで皆さんもね、そういう季節にそぐわないような存在を見かけた時はあまり気にせずスルーした方が身のためかもしれませんね。はい、お茶ばかりありがとうございますはい、まあ、そんなわけでですね、まだ僕の体験談の半分も話しきれてない感じでございますけども、まあ9時になりましたのでね、今日はこの辺りで、はい、終わろうかなと思います。またじゃあ来週日曜できそうだったら、第2回を、思いますので、その時また皆さんね、お邪魔ありがとうございます、見に来ていただけると嬉しいなと思います。はい、まあ面白階段みたいなのもちょっとね、トイレの神様みたいな話もあっていいと思うんですけど、なかなかなんかあるかな他に、うん、ちょっと思い出しておきます。はい、あれば多分もうないと思うけどはい、まあそんなわけで今日もね、1時間ほどお付き合いくださいましてありがとうございました。はい、皆さん寝るときには気をつけてください。これからお風呂入られる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、髪洗ってるときなんとなくね後ろに気配ね感じられると思うんですけども、振り返ってもね、いません。はい、上にいます。お疲れ様でしたバイバイ